大好きな三浦さんの三浦さん、もう何ですか、これ一応ちなみに100万円っていうネタついてましたんで、そこそこ高価なやつやと思いますけど、いいですか、一応そっくりに書かせてもらいました、はい、これ出すからなんかどこどこって見てますいや、ニガムス、もっと否定して、ね、いや、どことなく、ちょっとみんな分かってないわ、ちょっと、なんやこれや、君、あんた、俺らがどことなく似てるやんか、あんた、いきなり、どこにはどことなく似てるめちゃめちゃいい人。これ一応設定はですね、公園でお昼ご飯を食べてる、お弁当を食べてる OL のおかずを取ろうとしてる。みんな春馬、はい、どういうことやん、どういうことやん、ちょいとへんてこな呪文だよ、君に教えてあげるよ、早口言葉ではないのさ、あらなかったブラツルリンコ。